さあ皆さん始まりました、着ぐるみ体力測定のお時間です。満月の今宵、この張り詰めた陸上競技場の中でロブスたちが今ひっそりとアップを始めました。さあそれでは早速今年のエントリーモンスターのラインナップをご紹介いたしましょう。それでは解説の花岡ムツゴロウさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ動けるやん。2020年だ、オリンピックだ、着ぐるみ新体力測定、はい、というわけで今回はたくさんの生物なのかどうかわかんない逆に生命物体の方々に来ていただきました。中生代、中生代これだはい、じゃあ誰ですか。どうも、梨田妖精、スナッシーだよ。なしなんやお前。そうだよ、ぶどうだこれ。ぶどうやん。はい、じゃあ左の方。ロボットです。恐竜でござる。ニワトリでござる。今からですね、ルールを簡単に説明しますとですね、皆さんに身体力測定やっていただくんですけれども、はい、1位の方にはなんとお正月らしくお年玉をプレゼントします。イエーイ。それは頑張れる。普通に頑張れるけど、だったら恐竜引退したいっすということで、はい、皆さんお年玉出して頑張っていくぞ。 お年玉くれ。はい、では上段こちら始めます。はい、では組んでください。先行で、はい、俺先行。うわ、あ、鶏が、あ、鶏が、あ、なんか卑猥だ、卑猥。マジ悪いなこれ。ちょっと恐竜怖、恐竜怖。では行きますよ。はい、30秒。はい、よーいスタート。いやいや、そこガチゴチ当たるやんけお前これ。いた、いた、待て。4321、出よー。曇り具合えぐ、お前の家畜所業者みたいになってるじゃんお前。ニワトリが、ニワトリが死んでる。ニワトリ、ニワトリが死んでる。でも俺頑張った方じゃん。正直思った以上にできてた。思ってか無理。完全に絞ってんだけど、完全に絞ってんだけど、お前頭が見えへん、見えへん。はい、恐竜さん記録26回。おお、頑張った。鶏記録36回。マジで。これの確かにあんま、あんまり見たことないです。ボルチャーは記録24回です。え、お、すごい。おあれだ、ズルしてんちゃん。この中で状態起こしできるんですよ。やってみて、やってみて、やってみて、やってみて。いやいや、何起こってんのこれ。ヘッドバン。いやもう、だから中で何しててもいいやんこれだって。上がってこうへん。恐竜の首上がってこうへん。首、恐竜の首上がってこうへん。動物首折れます。ちょっとこれやばいってお前。お前ちょっと 100% のサウナの中でいってるやんお前。さあ身体力測定の大一番と言っても過言ではないでしょう。 50m 走、こう見るとね競馬のように思えるかもしれませんが、これを掛け事ではありませんよ。れっきとした勝負です。こんな選手の勝負に、水を差すのはやめてくださいといった感じでしょうか。さあ各々気合十分。おお、すごい。恐竜さん、ボールちゃんも気合十分転がるぞというね。
私は転がるのではない、私は走るのよというメッセージを残していました。ボールさん、さあそしてこの鶏選手、今にも首を絞めそうな勢いのプロレスラーのかのような騎手の顔、素晴らしいです。さあそして最後は梨選手、お得意の梨汁ブーストは炸裂するのでしょうか、期待です。さあそれでは間もなく 50m 走開始です。で行きますよ、はい、位置について、炸るぞ、よーい、あーっと、あーっと、ここで鶏のフライング、精密界のプレを捨ててんじゃねえよ。ケンタッキーフライドチキン、これが本当のチキンレースって言ったかね、言っちゃって、わしはフライングダイナソーや。うまいな、ダイナソー、なんと冗談をかませてる余裕がある。はい、行きますよ。さあ気を取り直して再スタートです。位置について、よーい、スタート。あー今始まった、勢いよく飛び出したライオンでしょ、ライオン、ニワトリ、ニワトリもすごい、そしてその後ろノエちゃんが、ボールちゃんがなんと転がらずに雪だるま、これは走る鏡餅であります。そして今ライオンくんのゴール、2位が動け、3位がキムくん、マスカットと続いて、そして少し遅れてボールちゃんゴール、そしておっとこの後来ないぞ、全然来ないぞ、あーっとなんだこのなよなよした走りは、このこれはもはや走りなどとは到底呼べません。そうです、これはもはや 50m 走りでございます。じゃあ順位発表します。はい、はい、1位が花尾さん6秒82。早い、そう、早くね、早くね、俺、いや、あの、僕ゴールここっすからね。では2位、はい、わが7秒21、うえー、キム7秒53、スン8秒03、あ、遅っ、早っ、ノエリン11秒54、あ、でしょうね、でしょうね。6位が電眼さん24秒81。いや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 、いや俺めっちゃ頑張ったけどこれ歩幅取れへんねんって、ほんまに。握力測定、よーい、スタート。うわー、 35kg です。 26.2kg、 56.2kg、 48.1kg でした。あ、強いな、強いな。8番のみ、スタート。うっ、うらー、高そうなボブです。よいしょ、1m31cm です。おお、飛んだやん、それはすごいか、すごくないか、おーじゃー、誰や、近っ、知ってた、痛い、手もげる、痛い、マスカット弱弱し、そうでき、はい、靴脱いでください。あー、あー、鶏が、鶏が、これ壊したら反則ですよ。はい、じゃあ、よーい、スタート。お、空気抜けてる、空気抜けてる。いける、いける、頑張れ、頑張れ、頑張れ、お前いける。もっと曲がれる、お前。あと、これどうこうとかじゃなくて、シンプルに体が硬い。俺、滅ぶわ。いや、確かにあの、滅ぶべくして滅んでるな、お前は。滅ぶはちょっと一回。はい、恐竜。恐竜さんの記録は、20センチでーす。マジ？え？いや、そりゃ死ぬわ。それは、ダメっすよ。歩けんよ、普通、それで。そんなんだから死ぬ、滅亡するんすよ。うるせえ、お前ら。やばお前24センチ、やばやば、老後大丈夫。はい、では最終競技、1500m 走、やだー、助けてー。じゃあいきますよ、はい、よーい、スタート。さあ今勢いよくスタートしました。おっと、先頭早くも抜けていった、タオマス選手、ライオン選手、ニワトリ選手でございます。そして、おっと、シティも差が開き始めている。この差が開き始めているが、高校の後ろの集団は、恐竜、ボールちゃん、なしといった順でしょうか。すでにこの時点で大きな格差が生まれている。それはまるで日本の格差社会。これはまさに、現代の日本を風刺したかのような縮図となっております。それにしても、ムツゴロウさん。これね、注目選手はどういった方でしょうか。ボールはこのなればいいんじゃないかな。なるほど。このまま差は開き続ける一方なんでしょうか。注目したいところです。はい、というわけで、先頭の、川梨選手がもう、
すでに4分の3周に差し掛かっております。その後ろケンタッキーフライドチキン、おっと首がもうもげそうだ。それでもなお歩みを続ける。さあそのニワトリ選手の後ろ少し離れたところに百獣の王ライオン選手がいます。おっともうすでに 100m ほどの差が開いていますか。恐竜と、鏡餅と梨さんが、続いています。こんな恐竜は見たくない。子供たちが泣き叫びそうなほどのこの弱々しさ。さあそしてこのボールちゃん、ボールちゃんも可愛いですね。顔を押さえてますねこれね。こいつはもうちょっと頑張れお前マスカット。おい、さあもう語ることがそろそろなくなったのでもう終盤見ていきましょう。早送り。さあ間もなく顔なし選手、1位の顔なし選手が安定した走りを見せてゴール。さあ今少し離れて、ケンタッキーフライドチキンもゴールです。今回はフライングはしませんでした。成長です。そしてもうこっからはかなり離れていますね、続いては、おっとここでなんと百獣の王ライオンが古代の王者恐竜を追い抜き今ゴールしました。さあ恐竜さん、これはゴールではありません。まだ一周残っています。頑張れ八駆除業者、頑張れ。さあこの選手の皆さん、よく頑張った。みんなよく頑張った。本当によく頑張った。お前はもうちょい頑張れ。お前すん頑張れよ。すんお前それ叩かれるやつマスカッティーよお前。さあ外野からもヤジが飛んでいます。なし業者も悲しんでいます。その後ろボールちゃんです。ボイン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 、それはまさに歩く G カップ。こんなに揺れるのは後にも先にも今しかありません。頑張れ。ボインボインボインちゃんとボイン走り方を体得してる。このなんか掴みながらみたいな彼女なりに頑張っていますね。最終形態。さあそして今ジュラッキーで活躍した恐竜が今ゴールしました。お疲れ様です。本当によく頑張った。日本のわびさびを感じさせるような、そんな恐竜の雄大な背中はどこか物寂しげで、その存在の儚さを示しているようです。さあ残すところは、おっとこいつ急に走り出した。こいつなんとも厳禁な野郎です。ゴールだけはいいところ見せるぜと言ったこの梨のあざとさ、これはもう感動もクソもありません。さあ最後ボール選手、おっと走っている。ラストスパートだ。おっぱいも形は崩れているが今形は変えてもゴールしました。お疲れ様でした。さあというわけで皆さんよく頑張ってくれましたということで、以上の着ぐるみ身体力測定の実況を終わらせていただきます。実況の花岡花所でした。地球走する人を、地球走というものを考えた人を私は許さないですね。最下位を発表しましょうか。おお、はい、グラフィーになってます。うん、ね、やります。極小ですね、本当に。ちなみにノイディは女子換算で、女子換算ですね、はい、ちゃんと女子換算で。結構いい人かもしれんな。いやでもこれ、あの文句言いたいことがあって、うん、女子 1000m 走なのに1500走ったって。それはマコがほんまに悪い。マコ頑張っていますね。最終形態です。何ラスト？え、何も 1000m 走ったんじゃん。走った、あと1周。あと1周。あれ、女子は1000です。あ、女子1000やで。もう終わってるわ。あー、1000のタイムは測ってないな。ノエリー、お前はもうゴールしてるぞ。もうゴールしていいよね。じゃあマコさんからのポケットマネーを。あ、お、わびーしくれ、わびーし。わびーしをよそとせ。では、最下位を発表します。呼ばれないで、さすがにノエリには勝ちたい。最下位はスリザリンはやめて、スリザリンはやめて。スリザリンはやめて。スリザリンはやめて。スリザリンは別に落ちぶれてへんから。いや、分かってんやろ。違う、エリータやから、どっちかと。マルフォイちょっと足早すな。どうしてしかもマルフォイ走るんすね。飛べばいいのに。飛べばいいのに。最下位は恐竜です。うおお、唯一の意外的な腕がスネックしてるやつでした。そうなんや。グミを持ってた。花びら花びらランドやで、これ。日を満ち行く中。やばお前。